とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もやっていきましょう。レベル1からパワー251まで何時間かかるのか。今、4時間半プレイしてます。今日も1時間半やって、計6時間まで進めてみようと思います。ちなみに、今のレベルは29、パワーが69、となってます。今日は30代になってパワーが90ぐらいになればいいかな。んで、今日の目標は、はてなはてなはてな、あそこを出すことですね。残りが燃える火事場と、寺院ハイブロックホールと黒曜石ですね。こことここはわかるのよ。ハイブロックホールと砂漠の寺院がどこだったかちょっとね、あんま覚えてないんだけども、まあ探しながらやっていきたいと思います。まあわかる、この二つからやっていきますね。この燃える火事場はわかりやすいよね。ここだもんな。オッケー。で、多分ここクリアする頃には、パワーがもう70半ばぐらいに行きそうだね。今2つ装備が出たんだけども、もう70前半のやつが、ポンポン出るようになってます。70半ば。で、次で80。うんうん。今日終わる頃には、90ちょっとになるんじゃない？できれば100ぐらいをね、目指したいところですね。アポカリプスか。うん。確か80ぐらいからもうアポカリプスに入るので、まあ、それぐらいになるのか。ちょっと頑張りますね。ドラが欲しい。ドラがないとやっぱね、あんまり火力が伸びない。結構強いやつ装備してるんだけどね、ダメだな。キノコもまだちょっとパワー弱いのしかないので、そうね、キノコとドラを取りに行ってもいいのかもしれない。いやでもまあまあまあ、まだ弓で全然倒していけるのでまだいいかな。でもそのうちこれ絶対ね、ドラとキノコが必要にはなってくる、間違いなく。取りに行くのめんどくせえなこういうやつでね、普通に出てきてくれれば嬉しいんだけど。じゃあちょっと強い装備を付け替えましょう。クリアするときはね、もうこれは必須なんでね。パワーが、74。お、結構上がったな。それでは、塔の、場所ですね。ここはね、覚えてる。ここなのよね。でも残り2箇所がね、覚えてないんだよな。どこだったっけ？まあ、なんとか探すしかないっすよね。オッケーオッケー、いい感じ、いい感じ。んで、パワーも結構強いやつが、おお、出てきたね。いいんじゃない？ああ、重力ついてないか。な、このまんまでいきましょう。難易度も多分、そろそろアポカリプスにもう入るんじゃない？ここの難易度も、推奨が68だったので、多分もう、アポカリプスがいつ出てきてもおかしくない。エンダーの心臓と戦ってまーす。こいつを倒したらば、多分アポカリプスが、来るんじゃない？どうだろう。はい、おー、いいね、心臓が動くの。多分クリアしたら出る気がするんだけど。おー、来たー！やっぱりね、アポカリプス、ついに来ました。で、アポカリプスから、あれか、ローブとかが出るんだよね。バトルローブが。あ、だよね。アポカリプス。あ、2ですでに推奨パワー74か。結構厳しいかもね。オッケー。じゃあ残り2箇所。ハイブロックホールと砂漠の寺院。どこにある？どこにあるんだ？まあ、探します。ハイブロックホールありましたわ。ここか。なんか、
うっすら覚えてる。こんなところにあったなっていうのが。OK。で、ここでハイブロックホールを取ったら、残りは、砂漠の寺院だけか。寺院どこだっけ？いや、全然覚えてない。まあ、とりあえず、探してみましょう。砂漠の寺院発見しました。こんなところにあったのか。いや、全然覚えてない、こんなの。でもこれで、ハテナハテナハテナが、ついに、解禁されます。ようやくね、パワー上げ、レベル上げが、やりやすくなりましたね。戻ってきました。出てない。あ、これはあれか。ここの神殿に入って、で、奥でスイッチを押すと、開く？開くでしょ？あ、ほら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 。で、この中に宝箱があった気がするんだよね。ほら、二つあった。はてなはてなはてなが解放。で、登山装備いらないな。いやー、うん。名もなき刃は嬉しい。はてなはてなはてな出てました。でも、1,2,3が選べないんだよね。うん、ここで行くっきゃないのか。いや、厳しそうだな。行きます。どんな感じだろう。まあまあまあ、さっきやった感じだったらば、あれだよね。普通には倒せない感じだったもんね。まあ、愛のメダルがあるので、これで、愛のメダルがあれば、いけるな。で、キノコを使って、確実に仕留めていく感じ。いや、厳しい。これはなかなか倒せない。まあまあ、愛のメダルを使いつつ、まあ、ゆっくりとね、進んでいけば、いける。で、クリアする頃には多分ね、レベルが相当上がってるとは思うんだよね。もう40ぐらいにはなってんじゃない？これ、ボス倒せるかな？倒せるよね。あ、倒せるには倒せる。ただ時間がかかるな、これ。雑魚が出てきたら、もう確実に愛のメダルを使っていかないと、ちょっとやばいか？むちゃくちゃ時間かかる。でもまあまあ、倒せるには倒せるね。すんげえ時間かかるけど。おっしゃ、終わりー。どんぐらいのパワーのやつ出た？ 81、オッケー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 。この感じでパワーも上げていきましょう。あ、1時間経過しましたね。戻ってきました。思ったほど上がらなかったね。もうちょっと上がるかと思いきや、1時間半でレベル40、そしてパワー78になりました。でも、アポカリプスプラスが、解放されましたので、こっからは早いと思う。うん、商人でも80台のやつを、売り出してるね。あとはこれを、とにかく強いやつをどんどんつけていって、クリアする。それを繰り返せば、OK だね。こっからはね、多分早いよ。全然早く、進んでいけると思います。あ、これもいけるな。こんな感じか。んで、これの、これか。うん。パワーが82まで上がりましたね。では、次の1時間半で、パワー100をちょっと目指してみましょうか。でも100ぐらいから、エンチャントの、厳選もしなきゃいけないかもしんないね。じゃあ頑張っていきましょう。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。